橋本達也は、日本の政治家。元福井県あわら市長、元あわら市議会議員、元あわら町議会議員、福井県あわら町出身。福井県立藤島高等学校、早稲田大学法学部卒業。1987年7月から、あわら町議会議員を5期務める。2004年3月1日、あわら町と金津町が合併して、あわら市が発足。 在任特例により、同日、あわら市議会議員に就任。2005年7月に行われた市議選に当選。2007年4月22日のあわら市長選挙に初当選し、2017年11月まで3期務めていたが、同年12月12日、公務中に市役所の市長室で県内の知人の既婚女性にキスしたり、抱擁したりするなど、 不適切な行為を繰り返していたことを明らかにした。記者会見の説明によれば、橋本は女性都市のイベントを通じて知り合い、2013年に女性の車でドライブした際、体を抱いてキスしたという。視聴室においては、強制的に女性のサンダルと靴下を剥ぎ取って足の指を舐め、女性が退室後、舐めた際の興奮を語ったメールを送った。 女性の関係者は体を触られたりキスされたりは一方的だったと合意を否定している。2017年12月19日、私の不祥事で議会や市民に大変な迷惑をかけたと陳謝し辞職願いを提出。同日、市議会は全会一致で辞職願いに同意した。2018年5月、あわら署は橋本を強制わ説の疑いで書類送検した。 また、自断金を要求したとされる女性ら二人も、強化未遂容疑で書類送検した。当時、松木美清市長は、あわら市金津中学校とあわら市あわら中学校を統合する計画を進めていた。これに、反対の立場を取る市民団体、二校を守る会は、松本に来春の市長選まで統合計画凍結を求めた。2007年4月3日、 松本は回答を出さないまま辞職願いを提出。翌4月4日、同団体は橋本の擁立を決定。4月10日、市長辞職に伴う出直し市長選は、両者の一騎打ちになり、橋本が初当選した。当日有権者数25,066人最終、投票率79.15%、無投票により再選。 2015年4月26日執行。元市議の大下茂一を281票の僅差で振り切り参戦を果たした。当日有権者数24,028人最終。投票率62.10%。ありがとうございます。